マイナス10キロ、綺麗に痩せる佐藤澄香です。あなたはリンゴ酢ダイエットってご存知ですか？最近ですね、コメントいただいたんですけども、こんなね内容だったんですよ。リンゴ酢は何と組み合わせて飲むのがより痩せますか？そして食べ物との組み合わせもあったら教えてくださいっていうね、こういったコメントをいただきました。そこで今回この動画では、具体的にどんなものと組み合わせるとよりダイエット効果が高くなるのか、そしてその具体的な食べ物との組み合わせのポイントについてお伝えしていきたいと思います。もしあなたがリンゴ酢ダイエット今からしてみたいな、もしくはしているけれどももっともっとより痩せ効果を高めたいとお考えであれば、ぜひ最後までご覧くださいね。今回のテーマはこちら、最強の痩せるリンゴ酢ドリンクについて、その痩せ効果とレシピをお伝えしていきたいと思います。では今からの話の流れです。1つ目、リンゴ酢のダイエット効果について。2つ目、リンゴ酢ダイエットの簡単レシピ、今回はドリンクになります。では1つ目のリンゴ酢のダイエット効果についてお伝えしていきますね。こちらです。まずは脂肪燃焼促進ということで、要は脂肪をねどんどん燃やしてくれる効果があるんです。その結果基礎代謝も上がって脂肪がつきにくくなっていくわけですね。また太るもと血糖値の急上昇をぐっと抑えてくれますから、結果脂肪を溜め込みにくくしてくれるんです。そしてよくあるのが、たくさんお酢がある中でなぜダイエット向きなのがこのリンゴ酢なんですかっていうことなんですが、その理由はこちらです。酢酸の働きが一番強いのがこのリンゴ酢なんですね。そのことであなたの腸がとても、ね、動きが良くなって代謝が上がっていくっていう、こういった、ね、仕組みになっています。そしてプラス満腹感も得やすいので、食欲を自然と抑えることもできる。そして最後にむくみの改善効果、カリウムが含まれてますから、むくみもね一緒に改善してくれる効果もあるのがこのリンゴ酢なんです。では2つ目の項目です。今回はリンゴ酢を使った痩せる最強のドリンクのレシピをご準備しました。そして飲み方注意点までお伝えして終わっていきたいと思います。でまず使う材料が、先ほどお伝えしたリンゴ酢プラス今回生姜とね蜂蜜を使っていきます。で生姜の効果もすごいんですよ。ダイエットの脂肪を燃やしてくれます。また同じです、リンゴ酢と血糖値の急上昇を抑えてくれますから、リンゴ酢と生姜を使ってこうダブル効果なんですよね。そして一番いいのはやっぱりね、ここ体を温めてくれます。もうね低体温だと太っちゃうんですよ皆さん。なのでしっかりと体を温めて体温を上げること、そうするだけで代謝が上がりますから、もうこれもね味方につけていきましょう。そしてデトックス効果も高いので、やはり悪いものをね溜め込んだままいくら痩せようとしてもそれ難しいんですね。まずは大掃除です。いらないものを出してからこそ新しくねいいものが取り入れられるということになりますから、ぜひ生姜でデトックスしていきましょう。そして今回甘みはですね、天然の無添加の蜂蜜にしてください。こちらもなんとですね、適量守れば脂肪燃焼効果が高いのでカロリーオーバーにならずに済みます。また腸内環境を整えてくれるオリゴ糖のグルコン酸も入ってますから、ここでねしっかりと腸内細菌たちをね整えていきましょう。またポリフェノールが入ってますが、ここでもね脂肪燃焼効果が高まりますし、なんといってもここです、白砂糖などに比べるともう全然段違いですね。栄養価が高いです。痩せるためには栄養を摂る必要があるんですよ。栄養不足になってしまうと痩せホルモンのその材料となるものがないのでどんどん太っちゃうんです。ですからダイエット中だからこそですね、さらに栄養はしっかり摂る必要があるんですね。はい、では今から簡単に作ることができるリンゴ酢のダイエットドリンクと、あと飲み方注意事項ですね。で私はですね使っているのは、こちら自宅から持ってきたんですけども、純リンゴ酢です。でこのリンゴ酢といってもスーパーに行くとですね、もういろんなリンゴ酢並んでると思うんですね。そこで注意なんですが、やっぱりね痩せるリンゴ酢の選び方ってあるんですね。例えばこちらです。これもそうなんですけども、原材料名がですねたった一つだけ、リンゴ果汁 100% のみでできているものを選んでください。それ以外何も入っていないもの、
ですね。例えば香料とかアルコールとかいろんな加糖ブドウ糖液糖とか要は甘み成分ですよね、人工甘味料とかそういったのが入っていないものを必ず選んでくださいね。でまたできればオーガニックだったり有機 JAS マークがついているとより良いものになってきますし、もちろん香料、着色料、保存料などなどそういった余計なものが入っていないリンゴ酢がイコール痩せるリンゴ酢ですよ。そして先ほどお伝えした材料生姜と蜂蜜なんですけれども、私すごく便利なものを見つけてきたんですね。それがこちらです。生姜の蜂蜜漬けになります。こちらはですね、大分県の杵築市にあります山鹿町の近藤養蜂場さんが作ってくださってる、生姜の蜂蜜漬けなんですね。でこれは生姜がすごくね薄くスライスしてあってとっても美味しかったので今ハマって使っております。なので、大体目安としましてはコップ1杯の茶湯にこちらの生姜と蜂蜜を大さじ1ぐらいですかねをよく混ぜて、そしてリンゴ酢も大さじ1杯ぐらい入れていただくと一番いいと思います。お好みでいいです。飲みすぎなければ大丈夫です。ということで痩せる飲み方注意点なんですけども、こちらまずね、できれば食前に飲むのがおすすめです。なぜかというと食前飲むことでその満腹感を得ることもできますし、脂肪燃焼効果などなど先ほどお伝えしたリンゴ酢効果を上げることができます。ただしお腹がペコペコの時にねいきなりリンゴ酢だけ飲むっていうのはやめてくださいね。胃が荒れたりとかしますからそれは注意です。そして1日約 1,2 杯程度で OK です。リンゴ酢はだいたい1日あたり大さじ 1,2 杯までで十分効果があります。それ以上飲んでもそこまで大差はありませんから、そこまで頑張って飲まなくても大丈夫。そしてできれば常温かホットにしてください。キンキンに冷えたね冷たい水と氷とかではなくって腸を冷やさないようにしてください。そうすると代謝が上がります。また体質改善も含めましてこのリンゴ酢ダイエットドリンクは最低12週間程度はですね毎日 1,2 杯続けてみてくださいね。さあいかがだったでしょうか。今回の動画のまとめポイントはまず純リンゴ酢を使うこと、そしてさらに組み合わせとして蜂蜜と生姜を使うことでしたね。1日1杯から2杯程度まずはスタートしてみましょう。この動画のお話は以上になります。お話が役に立ったなと思っていただけましたらいいねボタンやチャンネル登録していただきますととっても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。